韓国で話題を集めた、スーツ、日本リメイク版が放送決定、織田裕二&中島裕翔の豪華キャストに期待移し、誠イコールマイデイリー DB アメリカで大ヒットしたドラマ、スーツが日本でもリメイクされる。10月からフジテレビで放送されるドラマ、スーツ、に織田裕二、中島裕翔、鈴木保奈美がキャスティングされた。ドラマの中で織田裕二は、韓国版の、スーツ、でチャン・ドンゴンが熱演したエリート弁護士役を演じる。韓国で放送されたドラマ、未戦未勝、が原作となる、ホープ・チルダ期待ゼロの新入社員チルダ、で主人公を演じた兵、生、J、UMP の中島裕翔は、パク・ヒヨンシュクが引き受けた偽弁護士役を演じ、二人のブロマンス、男同士の友情、を書いていく予定だ。また、鈴木保奈美は日本の四大法律事務所の代表役にキャスティングされた。織田裕二と鈴木保奈美は、日本の人気ドラマ、東京ラブストーリー。以来、27年ぶりに再び共演することになり、注目を集めている。スーツ、チャン・ドンゴン&パク・ヒヨンシュク、男同士の友情物語に高まる期待、総合。パク・ヒヨンシュク、ドラマ、スーツ、放送終了の感想公開、幸せで光栄だった。